本記事では火薬や火薬類について解説する。火薬とは日本では江戸時代には炎症の語がよく使われ、昭和30年代頃までは玩具に使われる火薬を炎症という地方も多かった。本記事ではエクスプロシブス火薬類という広い範囲を指すための用語、概念を扱い、その中で競技の火薬や爆薬についても解説する。 火薬は古くからある素朴な用語で爆燃や爆発する物質全般を指し得るが近年ではそれらを漠然と広く指す場合は火薬類という用語の方を用いその上で火薬を重野法の推進薬発射薬を限定的に指すのに用いるということが行われている火薬類とは利用価値のある爆発物であり火薬ローエクスプローシブ爆薬ハイエクスプローシブ 加工品アイラテクニックスエクスプローシブデバイスに分けられる。火薬は燃焼を利用するものであり、爆薬の方は爆豪を利用するものである。による衝撃波で何かを破壊するために利用するものである。加工品は火薬または爆薬を使用目的に応じて加工したものである。火薬類というのは一般に不安定な固体や液体でその一部に加えられた熱。 または衝撃によって、急速な化学変化を引き起こし、多量の熱とガスを発生させ、極部的に急激な高圧高温を出現させ、それが他の部分にも急激な化学変化を起こすものである。火薬には、重宝用発射薬やロケット推進薬などがある。重宝用発射薬には、黒色火薬、無塩火薬などがある。爆薬のうち、特に敏感で、わずかな衝撃。 摩擦、または添加などによって、容易に爆豪を起こすものを、起爆薬と言い,い、味カナまり、アセチレンギン、ジアゾジニトルフェノールなどがある。それ以外の爆薬には、ダイナマイトやト、鳥ニトロトルエンなどがある。火薬類は、火薬と爆薬に、回分類し、その上で、火薬は、推進薬や発射薬、爆薬は、作薬、起爆薬、爆破薬に分類する、 ということも行われる。また、火薬類の中に、発光剤という分類も用意することもある。GHS においても、エクスプロシブス火薬類という概念があり、海分類がある。日本の火薬類取締法上では、火薬類を扱っており、火薬は、推進的爆発の用途に強せられるもの、爆薬とは、破壊的爆発の用途に強せられるものと区別している。同法では、 火薬や爆薬を加工したものは加工品としている。軍事において火薬は装薬を指し、破壊用の火薬は一般に爆薬もしくは作薬と呼ばれる。科学的な分類では火薬とは燃焼速度が音速以下のもの、爆薬とは燃焼速度が音速以上のもの。最初に実用化された火薬は黒色火薬である。英語では ガンパウダーガンパウダーと呼ぶが、この名の通り、ガンガンの弾を打ち出すための粉として用いられ、戦争の歴史に革命をもたらし、勢力地図を塗り替え、また剣や槍や弓ばかりで戦っていった時代とは比べ物にならないほどの数の人々を死なせる、悲惨な結果も生み出した。歴史火薬類について、その成分や化学構造による分類を解説する。 国色火薬無塩火薬 TNT のフレーク、火酸化アセトン火薬類は主に以下のような用途に用いられている。火薬が銃や大砲に利用される場合、急激な燃焼により急激に多量のガスを発生させ、そのガスが銃弾を押し、重心や方針内で加速させ、銃口や方向から出るまでに大きな速度にする。火薬がロケットの固体燃料として用いられる場合、 燃焼ガスがロケット下部の噴射口から高速で噴射され、その反作用によりロケットに推進力が与えられる。所定の時間、所定の推力を安定しているためにロケット内部の火薬の塊の断面の形状を最適化することが非常に重要である。爆薬は爆豪によって発生する衝撃波や破片によって周囲の物体を破壊する。爆弾や砲弾、 魚雷や手榴弾頭の弾頭及び団体、核兵器における爆竹レンズの構成部品として、軍事用に用いられるほか、葉っぱとして、鉱物資源の採掘やトンネルの掘削に用いられる。こうした使用法は、黒色火薬時代には爆発力が限られるため、限定的な使用にとどまり、19世紀に入って、安全で、高性能な火薬が多数開発されたことで、 初めて一般化された使用法である。外国では、ビルや野球場のスタンドなどの建造物の解体に際して、内部に爆薬を仕掛け、崩すように一気に解体する手法が行われる。ただし、この方法は日本においては、環境基準や地震に備えるための耐震基準によって建築物が頑強に作られているため実用性がほとんどなく、ほぼ行われることはない。通常、 爆薬に火をつけてもゆっくりと燃えるだけで爆号にはならない。爆薬を起爆するには、雷管や新管を用いて爆薬に衝撃波を与える必要がある。これを応用し、不要な爆発物や不発弾などを専用の爆薬で火薬ごと爆破して処分を行うことが各国の警察や軍により行われている。ほとんどの火薬は防発しないよう感度が低く抑えられており、 単に火をつけただけでは爆発しないものがほとんどである。そのため、感度が高く爆発力の低い火薬をはじめに小規模に起爆させることによって、本来の目的である高性能火薬を誘爆させるという方法が主に取られている。導火線、雷管などがあり、爆薬の起爆等に用いられる。強い光を発生させる目的の特殊火薬、黒色火薬に、 アルミニウム微粉末を適切な量混合させ燃焼することによって強力な光を出すことができる。軍事では照明弾、信号弾などで使用される。身近なところでは、車載されている発煙筒などがある。かつて写真のストロボ撮影の光源としても用いられた。花火は火薬に金属塩や金属粉末を混合して燃焼させることで、その時に発する色や音、 形を干渉するものであり、発射用と並んで火薬の最も古い使用法の一つである。火薬をそのまま燃焼させるだけでは単色しか出ないが、火薬に炭酸ストロンチウムや硫酸銅などを混ぜることで炎色反応により様々な色で発光する。打ち上げ花火の場合、上空に弾を打ち上げる際にも筒に仕掛けられた黒色火薬を発射薬として、 用いた板を上空に打ち上げる。航空用エンジンの起動用として瞬間的に大きな力を発生させるため空砲を利用した添加装置が開発された。金属容器などを作るとき、水中に爆薬を入れて爆発させて金型に押し付けるという方法がある。また、通常溶接できない2種類の金属を爆薬の力で一つにする接合させる爆発圧接もある。 瞬間的な大電力を得る方法として、爆薬発電機が開発されている。1274年の文英の役における戦いに、描かれた、鉄は、う、中国の東大に書かれた、新元明道用路には、硝石、硫黄、炭を混ぜると、燃焼や爆発を起こしやすいことが記述されており、すでにこの頃には、黒色火薬が発明されていた可能性がある。 1132年に金との戦争中に起きた内乱に対して火薬兵器であるヒアリを僧が投入したとされる。日本人が初めて火薬を用いた兵器に遭遇したのは13世紀後半の原稿においてである。当時の様子を描いた猛虎襲来絵言葉写本には元軍が用いた鉄はう、うと呼ばれる兵器が描かれている。ただし、この鉄はう、うの文字は 江戸時代の過失とする説もある。1250年代、モンゴル帝国がイラン侵攻した際、中国人技術者が操作する透析機で火薬弾が投げられている。1280年には、地中海東部のマルクス・グラ・エクスとシリアのハッサンア・ラムマが中国の火器、ヒアリについて記述している。また、イスラム文明圏のシリア、マムルク・アサでも火薬情報は豊富であった。 1288年当時の青銅製の重心が発掘されたことで、モンゴル支配下の中国がヒヤリから銃へ装備を変えたことが明らかになり、さらにこれまで銃は西欧発明と考えられてきたが、銃はモンゴル帝国を通じてヨーロッパへ伝わったとされる。1326年のスウェーデンにおける壺型の銃も発見されているが、これはモンゴル帝国に 支配されていた南ロシアから伝わった銃が変形したものと考えられている。同1326年にはフィレンツェで大砲が開発され、以後ヨーロッパでは大砲が発達する。イベリア半島では1330年代までには銃だけでなく大砲も使用されていた。ヨーロッパで火薬を製造したのは13世紀イギリスのスコラ学者であるロジャー・ベーコンとされていたが、 その火薬の製法の写本は偽書とされており、現在は疑問視されている。また、ドイツでは、ベルトルト・シュバルツなる人物が火薬を発明したとされているが、これも伝説のようである。14世紀には、イングランドやドイツに火薬工場があった。エリザベス1世の時代、火薬製造はイングランド王室の専売事業であった。それ以外にも、ヨーロッパの多くの国で、 火薬製造は非常に重要な軍需産業となり国家の様々な保護を受けた。こうした火薬製造において原料の内木炭はどこでも手に入るものであり、用も入手はそれほど難しいものではなかったが、小石の入手には各国とも非常に苦心した。1378年にはニュルンベルクにおいて初めて作小球が作られ、これが ヨーロッパ諸国に伝わってある程度の小石生産は可能になったが、増加する火薬の需要にはとても追いつかず、小石の生産量が火薬生産のボトルネックとなる状況が数百年続いた。17世紀半ばにはイングランドは小石の国内生産を完全に諦め、インドからの輸入に頼るようになったが、フランスやスウェーデンのように小石を完全に自国で生産することにこだわり、 火薬の全原料及び生産工程を国内化した国々にも存在した。火薬による兵器、すなわちジュート法は、オスマン帝国やヨーロッパ諸国の戦闘を激変させるとともに、ヨーロッパ世界やイスラム世界がその他の地域を征服することに大きな力を発揮した。火薬兵器がスペインによって利用されたことは、アステカ帝国やインカ帝国といった、 新大陸の諸国を滅亡させるという悲惨な結果も、海、また、モロッコのサード町は1591年20を主力とする兵を、サハラ砂漠を越えてニジェール川沿岸に広がる損害帝国に送り込み、兵数の圧倒的な差にもかかわらず損害を滅亡させている。世界を見渡せば火薬兵器を導入したことで、周辺国を圧倒した国は多い。 戦国時代の日本も同様であり。1605年11月5日には、イングランドにおいて、上院議場を火薬によって爆破する計画が立てられたが露見し、首謀者であるロバート・ケイツ・ビーや、実行責任者であるガイ・フォークスらが処刑された。この事件は火薬陰謀事件として知られるようになり、この事件の起きた11月5日は、ガイ・フォークスナイトとして、イギリスの祝日となっており、 花火が盛んに上げられる。一方、火薬の普及につれて平和的な火薬利用も徐々に広まっていった。こうした平和利用で最も早く普及したものは花火であり、宋代の中国ですでに花火としての火薬利用は存在し、火薬の伝来とともに西方にも伝えられていった。ヨーロッパでの花火利用は14世紀のフィレンツェですでに見られ、やがて、 欧州各地で祝祭などの際に盛んに花火が用いられるようになっていった。このほか日本などでも大規模な催し物に花火は欠かせないものとなっていった。一方、障害物の爆破など土木工事に対して火薬を使うことは黒色火薬時代にはそれほど行われることはなかった。これは当時の火薬が爆破力、信頼性もに低い上膨大な軍需によって、 常に品不足状態であり、そのため効果であって、工事に使用するには全く引き合わなかったためである。ただし全く使用例がなかったわけではなく、鉱山掘削や運河の改作などで、いくつかの使用例がある。また、16世紀以降エネルギー源として火薬を使用することがしばしば考案され、いくつかの火薬機関が試作された。 しかし火薬は爆発力はあるものの持続力が全くないために動力源としては全く不向きであり、やがて蒸気機関が実用化されるとともに火薬がエネルギー源として考えられることはなくなった。火薬技術は19世紀までは停滞傾向にあったが、19世紀に入ると次々と技術革新が現れ、火薬は大きく変化した。まず、1 8二十年頃に、 地理のアタカマ砂漠において広大な地理小石の交渉が発見され安価な地理小石の大量供給によって火薬生産のボトルネックが解消され火薬の生産が増加した。またこれによって小石球を使った土商法による小石生産は全く姿を消した。また19世紀まで火薬といえば黒色火薬のことを指したが19世紀に入ると 国食火薬以外の火薬が次々と開発されていった。この分野の先駆者の一人がアルフレッドノーベルであり、ニトログリセリンを軽層土に染み込ませることで高性能爆薬であるダイナマイトを発明し大量生産を行った。これによってノーベルは火薬王として知られるようになり、この利益をもとにして後にノーベル賞が創設された。ダイナマイトは爆破力。 安定性ともに非常に優れた火薬であり、このため工事現場や鉱石採掘に火薬が一般的に使用されるようになり、コリントス運河やシンプロントンネルといった難工事が可能となった。1886年のフランス人科学者、ポール・ビエイによる無煙火薬の発明や、フリッツ・ハーバーとカール・ボッシュによるハーバー・ボッシュ法の発見が、 アンモニアの大量生産を可能にしたため、火薬の主流は、黒色火薬から無塩火薬へと急速に移り変わっていく。ビエイユの発明した火薬はニトロセルロースをエーテルとアルコールの混合液でゼラチン化したものである。当時の陸軍大臣、ブーランジェ将軍の頭文字から、ビリ火薬と命名された。19世紀までは、南米からのチリ小石輸入が、 爆薬の原料となる硝酸の供給源だったが、ハーバーボッシュ法の発見によって、地理小石輸入を海上封鎖することによる戦争の回避策が無効化された。アルフレッド・ノーベルは無塩火薬のバーリスタイトを発明したが、これがその後、コルダイトと特許紛争になった。1889年、フレデリック・エーベルとジェームズ・デュワーによって発明された。 無煙火薬のコルダイトが登場し、コルダイト火薬が近代的な火薬の主流となった。コルダイト火薬のアセトン供給をめぐって、ハイム・バイツマンはバルフォア宣言を働きかけた。日本において最初に火薬が使用されたのは13世紀の現行襲来の際に登場した新天神なりであり、14世紀頃には朝鮮に火薬の製造技術が導入され、同時期に 日本にも黒色火薬の製法についての知識が伝来したと考えられている。例えば、壁山日録には応仁の乱の際に細川方の陣営にヒアリが配備されていたとの記述があり、同時代に成立した愛の武将には鉄砲についての記事が存在する。1543年、種ヶ島に漂着したポルトガル人が東南アジアで改良された マラカ式ヒナ銃と呼ばれる形式の鉄砲とともに日本に火薬を伝えた。当時の火薬は黒色火薬であり、可燃物として木炭と洋を酸化剤として硝石を用いるものであった。このうち木炭は森林国である日本国内で容易に自給され、異様に至っては火山国という性質上むしろ輸出国で大陸における軍事を下支えしていたが、 小石だけは湿潤気候で、牧畜生産の乏しい日本国内では天然に産出しないため、南蛮貿易で小石を輸入し、火薬を製造していた。当時の日本は高い鉄の精錬技術と単鉄技術を有しており、鉄砲製造は急速に普及し、大量生産が行われた。1575年の長篠の戦いでは、 織田信長が大量の鉄砲を用いることで、武田勝頼に対象している。中国地方の区伝では、本願寺門との間で、ヨモギの根に尿をかけたものを一定の温度で保存することにより、ヨモギ特有の根玉細菌の働きで硝酸が生成されることを発見したという、馬の尿とヨモギでそれは量産された。これらは当時の軍事機密であったので厳重に守秘されて、 一般に広まることはなかったが、本願寺派に供給された火薬の主体であったようである。信長が驚いた、本願寺の鉄砲の数は、実は、弾薬の量に支配されるものであり、安価な賞賛がそれを支えたのである。江戸時代に入り鎖国がなされると、国内で小石を供給せざるを得なくなる。軍事用の火薬使用は激減したが、狩猟用や、もっぱら空砲による、 外獣駆除用として鉄砲が農産村に普及したため、銃規制が強化されつつも、一定の火薬の需要が存在したのである。組み取り、便所の壁から床下の土中に染み出した窒素に富む糞尿などから生じたアンモニアに亜硝酸菌と硝酸菌が作用するため、古い民家の床下の土壌には硝酸カリウムが蓄積している。これを原料とすることで硝石を生産した。 床下土を用いた小石の製造は、江戸時代を通じて、主流の方法であったが、同様に床下で小石を生成する東南アジアの伝統的手法と異なり、豚などの家畜を大規模に飼育しない、日本の民家では、小石の生成量が少なく、一度掘り出してしまうと、二重から三十年間は採集できなかった。ちなみに、明治時代の秩父事件においては、本民党は、 火縄銃等を用いて戦ったが、その銃に用いる火薬は前述の方法によって、小石を調達し、製造したものである。江戸時代の越中五箇山や日田白川村では、積極的に、硝酸イオンを蓄積させた炎焦土を用いて、小石を生産していた。炎焦土を用いる小石の生産方法は、1811年に、 加賀藩の命令によって、井原氏孫作が提出した子が、山延症出来の資材書上慎帳に最も詳細に記されている。主としてこの文書によると、合掌家屋のいろり近くの床下を掘り下げて、冷えの茎、葉を敷き、その上に、良質の旗土、穀草、麻の葉タバコの茎など、栽培植物の不要部分、よもぎやかそ等の酸素を積み重ね、 その上に人尿を散布して炎症度を調整する。炎症度から水で硝酸イオンを抽出し、抽出液を基盤で処理し、濃縮した後冷却すると硝石が積出する。この方法は毎年の再生産が可能な優れた製造方法であった。一方、平和の到来による軍事用の火薬使用の激減は火薬の供給に余裕をもたらし、 平和的な火薬の利用法が普及する余地をもたらした花火である。日本に花火が到来したのは1589年、または1613年のこととされ、原内縁部後に急速に普及した。1648年にはすでに、江戸の町において隅田川の河口を除き花火の使用を禁ずること、及び町中での花火制作を禁ずる触れ書きが出されている。 1733年には、隅田川花火大会が初めて行われた。これ以降、例年開催されている。ただし当時の花火はまだ深淵には開かず、また入りも単色に限られていた。明治時代に入ると、南米の地理から、莫大な埋蔵量を有した天然の、硝酸ナトリウムである地理小石の輸入を始める。硝酸ナトリウムは、黒色火薬の原料の一つである。 硝酸カリウムの代わりとして用いることができ、また、無塩火薬以降の近代的な火薬の工業生産に必須の硝酸の原料として、ハーバーボッシュ法によって窒素の固定化法が確立されるまで重要視された。この安価な硝石の輸入によって、長く用いられてきた土消法による白川郷などでの国内における硝石生産は姿を消した。また、 ヨーロッパから新しい科学知識が導入されることで花火も超速の進歩を遂げ、1874年頃には打ち上げ花火が丸く開くようになり、1877年には花火に色がつけられるようになった。また、富国強兵政策によりヨーロッパから盛んに近代的な火薬技術を導入するようになる。日本独自の火薬技術も発展し、日本海軍に 正式採用された下瀬火薬は、その強力な破壊力から、日露戦争では大活躍した。通常の燃焼と同様に火薬を構成している物質が酸素と結びつくことで、火薬に蓄えられていたエネルギーが解放され、熱や光や衝撃が発生する。火薬の燃焼が通常の燃焼と異なる点は、空気中の酸素を必要としないことである。 例えばニトログリセリンでは炭化水素に結合した硝酸ウエステルが酸化剤の役割になっている。また、黒色火薬のような混合火薬では燃料に硝酸カリウムなどの酸化剤を混合している。つまり、黒色火薬の場合、黒色火薬に含まれる炭素を燃料とし、硝酸カリウムは反応を高速にする役割を果たしているに過ぎない。ちなみに、黒色火薬は 小酸カリウム、炭素、硫黄を配合して作る。混合火薬の場合、高効率で酸化反応を起こすため、酸化剤の配合比率を最適化することが重要である。また、蘇生中に酸素を含まなくても、フッ素のように酸化剤として働き、酸化反応を引き起こすことができる物質が存在する。このような酸化反応で大きな反応熱を発生する物質が、 火薬の材料に適している。こういった自己反応性物質は外部の酸素を必要としないため二酸化炭素消化器のような酸素遮断による消化が不可能である。火薬の反応にはいろいろな種類がある。火薬にマッチなどで火をつけても必ずしも爆発するとは限らない。一部の火薬ではマッチで点火してもろうそくのようにゆっくり燃えるだけだが、 雷管で点火すると一瞬で全体が反応する。またダイナマイトなどの一部の爆薬では雷管の威力により低速爆発と高速爆発の2種類がある。ガソリンや木材が燃えるのを通常燃焼といい、火薬が高速で燃焼するのを爆発という。さらに音速以下の爆発を爆年、音速以上の爆発を爆号と分類している。爆号状態では 燃焼速度が音速を超えるため、衝撃波を投射し周囲の物体を破壊する。爆号発生の有無によって火薬と爆薬を分類することもある。爆号によって生まれた衝撃波が弱まったものが爆音になる火薬が燃焼を始めると、反応熱により酸化反応が促進され、継続的な燃焼が起きる。これに対し爆薬では、酸化反応は、 爆号の衝撃波による断熱圧縮によって促進される。このため、熱伝導に立足されることのない急激な燃焼が発生する。火薬類の最大の特徴はそのエネルギーの発生速度にある。単純な熱量の比較だけなら火薬類よりもガソリンなどの方が大きい。しかし、半径 10cm の球体の鳥にとろとエンを鋳造した場合、 この塊が爆とロして反応が終わるまでの時間はわずかに14.7ナノ秒しかかからない。半径10センチメートルの鋳造トリニトロトルエンの重量は6 2 4 9ラムであり、この爆発熱は約 1.17107J である。これだけのエネルギーがわずか14.7ナノ秒の間に放出されるのである。つまりエネルギーの発生速度という点で見れば1.16。 1012J 秒となり、これは日本の総発電能力の数倍にもなる数字である。こうした火薬の能力は主にその分子構造に依存している。一般に複雑で緻密な構造の分子ほどその中に蓄えられているエネルギーが大きく高い爆発力を持つ火薬となる。近年ではヘキサニトロヘキサーザイソウルチタンのようにコンピューターシミュレーションにより、 理想的な分子構造を決定し、それをもとに合成された高性能火薬も登場している。さらにより大きなエネルギーを持つ電子冷気状態の原子を用いた電子冷気爆薬も研究されている。火薬は爆発力が強いだけでは実用化されることはない。爆発力が強力であっても安定性が低い場合、わずかな衝撃で容易に爆発が起こり、製造工場や 輸送機関などに多大な損害を与えるためである。実際に火薬の発明時から爆発事故はついて回り、19世紀初頭に黒色火薬以外の火薬が開発されるとそれはより悪化した。こうした火薬は安定性が非常に低く、戦場や工事現場で使用する前に大爆発を起こすことが多発したためである。これら新火薬の実用化は、 アルフレッド・ノーベルがニトログリセリンを軽装土などの安定剤に混入して開発したダイナマイトのように安全な取扱いが保証されて初めて可能となった。こうしたことから実際に使用される火薬の感度は低く抑えられ製造や輸送などでは爆発しないようになっている。また、こうした安定した物質を爆発させるためには弱い火薬などを用い一度起爆を行い、 その衝撃によって誘爆させることが必要となる。火薬類は、強大な爆発エネルギーをもたらすものであり、誤った取り扱いをした場合や悪用された場合には、多大な被害をもたらすため、どの国においても厳重な規制のもとに置かれている。日本においては、火薬類取締法のもとで、製造や運搬、貯蔵など火薬類に関わる全般が規制されている。火薬類の製造、販売、 貯蔵、消費、廃棄等については、経済産業省の運搬については、国家公安委員会の所管となっている。また、この法律の下で、火薬類の取扱いに関わる国家資格として、火薬類保安責任者があり、製造に関わる火薬類製造保安責任者と、火薬の消費や保管に関わる火薬類取扱い保安責任者の二つの資格に分かれている。 火薬類取扱保安責任者には火薬類保安手帳が交付され実務を行う際に携帯することが義務付けられている。最国境らは絵画制作や芸術パフォーマンスに火薬を用いることで知られている。ありがとうございます。